ベーダーは、ポーランド出身のデスメタルバインド。同国エクストリームメタルの先駆者であり、母国では抜群の知名度を誇る。バンド名の由来は、映画、スター・ウォーズシリーズに登場するキャラクター、ダース・ベーダーから。創始者、ピーター2009年2006年のライブ2009年のグループショットドイツ・ロストック公演初期の頃から、安定したソリッドなドラム、低音を強調したバスドラムの音。 シンプルなギターリフ、ソロヤを採用した曲作りを行っている。これによって、機械的な要素を含んだ独特なデスメタルを展開している。またギターの音は、デスメタルバンドとしては高めで、ボーカル、ピーターのデスボイスもやはり、他バンドに比べると、音の低さや力強さは強調されていない。2008年、バンドが会社、ヘルツポルスカカカンパニーとコラボし、250、 ミリリットル入りのベーダーエナジードリンクが8月30日に発売された。ブルーの背景にベーダーの文字が大きく書かれたパッケージである。アルバムなどではステージネームか愛称、ファーストネームのみが記載されることが多い。ベーダーには数多くのメンバーが在籍していたが2005年に死去したドラマークシュトフリッチカウフスキーがよく知られている。彼と共に 多くの作品に参加したバンドの元ギタリスト、モリシー・スティファノビッチは、ドックの死因は麻薬であるとインタビューで語った。日本版は、ファーストアルバムがトイズ・ファクトリーからリリースされ、セカンドアルバム以降はアバロン・レーベルからリリースされている。ありがとうございます。